お客様に耳寄り情報、アフターの成功率を少しでも上げる方法。飲ましてくるくせに飲まないでやってる。確かに、うん、どうでーす、ふうかです。かわいい正義オープンホールズミナリコです。はいです。ドラジオチャンネルへようこそ。ちょっと待って、放棄したんすか。しました。ちょっと待って、おめでとうございます。今日はこちらかわいい。何カップに。A カップが今多分 D ぐらいで湧いたから。すごい、痛いのー。やっぱやったりそうですよって言ってくれたから。本当にもう痛いんだよね。いい世の中でも麻酔冷めてる人おっぱいでくれ、うわー先生ありがとうございます。感謝。ホルセット外すときすごい音が。すごい。今日の企画はお客様に耳寄り情報、アフターの成功率を少しでも上げる方法をゲストの皆さんに伝授いただきます。一人一個ずつぐらい、まあ、こういうことがあると、まあ、アフター行ってもいいかなって思うよっていうようなことを少し教えてほしいなと思います。じゃあカイリさん。わお。シンプルにでも楽しく買ったら行きたく、自分から行きたくなりません。シンプルに、うん、まだちょっと喋り足りないなって思ってこっちから誘いたくなるもの、誘わせるぐらい楽しい時間をね、楽しんでほしい。じゃあリオちゃん。私はそうですね、仲良くなったら全然行きますね。仲良くなったお客様だったら、うん、もう私は全然。なんか仲良いお客さんに対してすごく不快なイメージはあるかもしれない。そうですね、ラーメンきつくない。本当なんか、ね、結構気にしてる側からしたらさ、ラーメンちょっとばーみたいな、太っちゃう。ちなみにリオさんは割と仲良ければふっかるに行けるっていう。めちゃくちゃふっかるだと思います。ふっかるだから指名してるみたいな。ありますもん、ふっかる指名。だって友達になったら楽しそうだもん。リオちゃん酔いすぎて多分変な気候を見ることになると思う。めっちゃ見たい。朝7時くらいから元気になる。いやでもすごい。起きる時間。気軽に飲みに行くとかじゃないもん、ね、強いから。めっちゃタフっすね。タフです。ご指名待ってます。チャレンジャーだね。ご指名っていうかチャレンジャーだね。潰しに来たわっていう人いるかもしれない。やばいやばい。飲ましてくるくせに飲まないでやってる。めっちゃいいです。いや、めっちゃいいだ。ギャババってなる。もうやばい。でもノアチは、うん、どんなことがあったらアフター行きたいなって思う。最低限の話なんですけど、ラストまで行った人じゃないと嫌だなと思って。それはもう、そうじゃないことってあるの。なんか、ほんと10時ぐらい帰ったくせに、今から来れない。そう、今何してんのみたいな。最低限じゃ、ほんとラストまでは行てよっていうところだね。結構困るのが、ラストまでいても、その後やってるニュークラに行ってしまわれた場合、どっちを、はい、の女の子をみたいな。ってなったら1時間待ってなきゃいけないとかあるから。確かに。私は分かるの。それは行かないよってなる。確かに。バルサロナグループね、経験が早いんですよね、他のお店よりね。だからそういうことが起こるんだ。せくラストまで行ってくれたら嬉しい。なるほど。じゃあ藤子さんはどういうのがあると。なんかすごい大前提としてアフターで使う金額よりもお店で使ってもらうって行きたくないかもしれない、うん、お店で焼酎を飲んでたのにアフター先でなんかじゃあ一杯何千円とかのテキーラ飲もうよとか、うん、シャンパン入れようよって言ったらはぁ、うん、分かる分かるよ、ね、みんなそうだと思うけど、なります。なんでうちでシャンパン入れないのに家庭で入れるのって思っちゃう、うん、いや私も行かないと思います、うん、この人、うん、それがなんか使ったの例えばシャンパン入れてくれなくても、うん、自分のこっちの顔が立つお店でやってくれるのは全然いい。ああ逆にね。だからうちでシャンパン入れなくても、うん、そう自腹で行く手間が省けましたくらいの、うんうん、ありがたいし、それでもそれありがたい、うん、顔立つから、うん、まあ全然いい、うん、あとあれですよ、アフターで酔わせてどうにかしてて今回が丸見えだったの嫌なんですよ。下心が丸見えだから下心前までちょっと悩ませる。悩むし、スマートじゃない。どうせ泥酔しててメスゴリラみたいになるだけだから。はい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 。
こうってなるけど、野生に帰れるんだったらね。あの世界の知ってるお客様ですよね。そうだな、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 こいつ面白いなってなってるから、うん、そのとき逆にその無理させないよね、うん、そういったところだし、そうだから、カイリちゃん言った通り、うちらから行こうって、うん、確かに、確かに、うん、え、ふうかさんはどうですか？なんかさ、もう散々喋っちゃった。そうだね、そうだね。なんか帰りづらい雰囲気作ってくる人嫌。ああ、わかる。なんか例えばアフターってかぶっちゃう場合があるんですよ、ね、うん、そこはもしお金出てくれてさすがに行かなきゃ、うん、ここも久しぶりのお客さんは行かなきゃってなった時に、こっち行ってきました、ごめん次行ってくるねって言った時に戻ってきてとか言う人嫌だ。あ、いる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 。そこの粘り強さいらないんだよ。え、なんで？下心しか見えない。なるほどね。下心丸ないすぎて気持ち。せこさと下心の丸見えか。せこい、せこい。なんか男性としてモテない。モテないですね。モテない。アフターローのコードじゃないね、もはや。なんか下に見られてるんだと思う。いや、舐められてると思う。そう、なんか大事にしてくれた方が次も自分から行きたいなと思うし、なんならもうご飯おごるから行こうよみたいな、うん、昼でも行こうよみたいな、私ならね。え、絶対そうなった方がお得だよね。絶対お得よ。ねえねえ、誕生日とか祝いたいしね、こっち。でも全然仲良くなし、誕生日祝ってもらったら俺誕生日なんだよね。いるねー、いるねー、いるよ、いる。え、私何もしてもらってないんですけど。あなたしてないよね。一緒どこどこの誰だろうしてくれたぜとか言ってくれた。どこどこ行きな、行けばいいじゃん。なんかこう、いわゆるケチさが見えたりとか、下心が見えたりとか、下心はあってもいいと思う、うん、あ、見えすぎたよね、あると思うんですよ、うんうん、でも確かにその、ね、卒業した後に付き合っていきたいかどうかってすごい大事ですよね。わ、うんうん、かんないと思う、うん、なので、アフターだけに限らず、キャストさんからむしろ誕生日をお祝いしたいなとか、誘いたいなって思ってもらえるような人であってほしいっていう感じですね。もうすげえ当たり前の結論だった。もう人として当たり前。本当にそう、仕事外も来てくれるんだから、うん、なんかそっちの代もそうだし、うん、シャンパンとかもそうだし、うん、考えてくれてるんだなみたいな。自分のことしか考えてない人だね。普通の恋愛でもそうだよね。自分勝手な男だと好きになるわけないから。うん、確かに確かに。ドラマ面白いじゃないか。そうや、そうな、人間なんで。いや、たくさんの名言が取り出ましたね、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。